木刀大刀、小立のセット木刀は、日本刀を模した木製品である。木剣とも呼び、海外では木剣で通じる。武術では木立とも言う。日本の剣術で、形芸古に使用するために作られ、剣道や合機道においても素振り、形芸古で使用される。螺鈿、彫刻など装飾された、鑑賞用のものも市販されている。 菓子などの硬い木で作られているため、鈍器として実践に用いられることもある。市内は、竹で作られた用具を指し、木刀には含めない。また、竹水は、時代劇などの小道具に用いられる木製の模擬刀で、あり、木刀とは異なるが、菓子を削ったものを刀身とすることが多い。日本刀だけではなく、薙刀、槍、鎖釜、ュ、銃剣、 中国剣などにおいてもそれぞれの武器を着で模したものがある。重剣道の用具は木獣と呼ばれる。古武道の剣術では主に木刀を使って稽古をしている。頭部を打てば生命に関わるなど非常に危険なため、江戸時代に試合稽古用として市内が登場したが、形稽古はもっぱら木刀が用いられた。 現代の剣道においても日本剣道系の稽古は木刀を使用する。現在、武道用の木刀は9割が宮崎県都の城市において製造されている。材質は赤菓子、本赤菓子や白菓子が多いが、黒炭、カボジュ、ビワなどの高価な素材のものもある。赤菓子は軽いが強く打ち合うと折れやすく、白菓子は折れにくいがささくれやすい。本赤菓子は 歌詞の中では一番強く、打ち合いにも素振りにも向いていると言われている。黒炭や、すぬけのような粘りのない硬い木材は、割れやすく、タガヤさんや、鉄木のような粘りのある硬い木材は強く打ち合った、際に、ささくれが生じやすい。そのため、打ち合いには、琵琶が最も良いとされているが、現在は極めて高価である。なお、キメが乱れているものの方が打ち合いでは強靭であると。 いう。つばは木製、プラスチック製、比較製などがある。剣道や稽古人数が多い一部有名剣術流派の木刀は市販されているが、専門の木刀職人に流派独特のものを注文することもある。流派により長さなどは異なり、直進下流剣術や天然理心流剣術のように、通常の神剣以上の重さにし、太く作ることで、 正確な手の内を鍛えること等を目的とした、鍛錬用の木刀も存在する。次元流や薬丸寺賢流では、カボジュの木の枝葉を取り、適当な長さで切り、乾燥させたのみで一切加工しない木刀を使用する。また打ち込み練習の相手用に超木刀というかなり、長いが同じく無加工の母素製の棒に太い、小寄り製の唾を取り付けた木刀を用いる。抜刀術。 イア道では入門直後の初心者は、木刀で稽古しなれたら直ちに模擬刀で稽古するが、ごく一部の刃術流派は、鞘木刀で稽古をしている。全国各地の歴史的建造物、史跡などの観光地の周辺の土産物店で、土産物として木刀が販売されている。主に修学旅行の児童、生徒の土産物を期待しているとされる。初めて観光地で木刀が販売されたのは、 福島県藍津若松市で、白虎隊をモチーフにした、白虎島とされる。大正時代に入り、伊藤並江他2名が作り、飯盛山で販売を開始した。その後、鞘師である田原鹿之助が製造器具を開発した。1938年頃には、市内に20軒もの製造業者があり、最盛期には、約80万本も製造されたという。 ア津地方の山間部に多く生えていた方の木やアスナロンが使われた。木の木は木の性質も素直で比較的反りにくいため、刀には最適だった。白虎刀が大変よく売れたため、製造会社である高橋産業が各地の観光地名が入った木刀を全国各地の観光名所に売り込んだため東京、奈良、鎌倉など全国で販売されるようになった。 ありがとうございます。